はいどうも、B 賞です。えー、今日は、ホットイズデラックシリーズ、アーティザンエディションの第3弾として発表された、アベンジャーズエンドゲーム版のスカーレットイッチ、ワンダについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルでは、ホストイズのレビューやカスタム動画投稿しているので、ホストイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。カスタムの依頼については、ツイッタートだったり、インスタグラムの DM からメッセージをお願いします。ということで、シリーズ第3弾のフィギュアとして発表されたのは、まあ、今回、スカーレットイッチ、ワンダが発表されました。第1弾はアナキン、第2弾はジョーカーという は、スターウォーズだったりまあ、dc シリーズを中心に展開されていくのかなというふうに思っていたんですけど、今回第3弾としてはワンダというところで、まあ、エンドゲームバージョンということを踏まえてもかなり興奮するようなラインナップになっていると思います。ワンダについては、これまでまい、あ、ろな作品のラインナップとして登場していて、まあ、職務版のフィギュアも一応あったとは思うんです。けれども、まあ、髪の毛の素材が微妙だったりとか、まあ、出来がイマイチだったと思うんですよね。まあ、最近リリースされたドラマ版だったりとかまあ、そろそろ発売されるかもしれない。映画版を見ていても造形などは改善されているとはいえ、眼球可動がなかったりとかね。なんだかんだでワンダとしてちょっと。 なという感じだったんですけど、今作はもワンダとしては決定版と言えるようなフィギュアになっていると思います。まあ、今回はプレビューの前に予約情報について、まあ、海外サイトを参考にしつつ紹介していくんですけど、まあ、今回このシリーズについては数量限定となっていて、今作も職務版については世界限定2500体となっています。まあ、国内在庫がどれくらい確保されているかはわからないんです。けれども、まあ、今のところトイズワンダーランドの方では500体の在庫が確保されていて、まあ、海外のシークレットベースというね。まあ、実店舗を見ていても500体くらいの確保になっているようです。でまあ、他にもファンシックスキットとか、それ以外のサイト。 在庫を確保していると思うので、まあ、国内トアナキンの時に関してはトイサペンスで予約開始されてから1時間余りで完売していたりとか、まあ、ジョーカーについてもアナキンほどではないにしても早めの段階で完売していた印象があるので、まあ、今回発表直後のタイムラインを見た感じを考えても育て性になることは必須なのかなという感じがしますね、まあ、なので早ければトイサペンスの方でも週明けには予約開始されるかなと思うんですけど、まあ、平日の12時から14時くらいはトイサペンスの投稿に、まあ 注目しておいた方がいいのかなというふうに思います。で、まあ価格については海外トイズワンダーランドの情報を参考に見ていくんですけど、トイズワンダーランドでは、まあ、今回ね通常版とアーティザンコレクションの食物版がラインナップされていて、通常版については、ファーストバッジが約56,500円、セカンドバッジでは約4万1,000円というふうになっていて、アーティザンコレクションの食物版については、まぁ、あ、大体8万8,300円というふうな形になっています。まあ、これを考えたときに国内ではね、まあどのくらいになるのかなということを考えていこうと思うんですけど、まあ食物版については、前回のアナキンだったりとかジョーカーを見ていても、 ま大体国内トイサーペンスで、あれば6万万5千円かからら7くいいいのの価格帯ににななるのかなという,ふうに思っていま,すでまあ、通常版については、4万5千円とか、ま4万7千円、8千円くらいの価格帯になるのかなというふうに思います。まあ、通常版については、育ちソイズだったりとか、トイサーペンス以外のサイトでも予約受付はすると思うので、なるべく安いサイトで買うか、まあ、いつも利用しているようなサイトで買うかというようなところはね、まあ、予約する方の自由なのかなと思うんですけれども、まあ、版場を狙うという方については、結構覚悟しておいた方がいいような値段になるのかなというふうには思っています。で、まあ、トイズワンダーランドを見ていると、アナキについては、 が復活していたりもするんですけれども、まあ、こういった限定フィギュアとなると、まあ、実際は在庫が確保できていなかったとかね、まあ、トイズワンダーランドちょっとまだね問題いくつかあるのかなという気もするので、トイサペンスの予約争奪戦を勝ち取って予約することが一番いいのかなというふうに思います。で、発売時期に関してはトイズワンダーランドの情報を見ていくと2024年の第4クォーターから2025年の第1クォーターということなので、大体1年から1年半後の発売となると思います。実際このアーティザンコレクションについては、まあ、まだ一体もリリースされていないのでどのくらい前倒しとか後ろ倒しになるかとかねちょっとわからないんですけれども 最近のホットトイズを見ていると、まあ、結構、ね、前倒しが多かったりとか、予定通り発売されているフィギュアも多いと思うので、国内発売も大体2025年の1月とか2月くらい、もう遅くてもそのくらいの発売になるのかなというふうな気がしていますで、まあ。アーチザンコレクションについては、まだ一体も発売されていないので、アナキンとかジョーカーもそうなんですけど、発売された時にどれくらい品質が落ちるのかというようなところは、ね、気になるところではあるんですけれども、正直ワーナーブラザーズ100周年を記念して発売されたワンダーウーマンが、ねまあ、すでに発売されているんですけど、そのクオリティを見るとちょっと、ね、信頼できないのかなという,ような気もしてします。 しまうんですよね。まあ、だいぶプロトタイプと差があるような気もしますし。しまあ、ハイギアだったりとか、そういったところの植毛の品質っていうところがちょっと微妙なのかなというような気もしました。まあ、ワンダーウマンについてはアーティザンコレクションではないので、まあ実際ね。アーティザンコレクションの3体が発売された時に品質がどうなるのかというところはわからないんですけれども、まあ、本当に高いお金を払っている分、ホほっとえズには頑張ってほしいなという風うに思います。で、まあ、今作のワンダーについては植毛版だけではなくて、通常版があるというところはね。結構救いなのかなと思いますね。まあ、限定数である植毛版が売れ切れてしまったとしても通常版は？ ことができると思いますし付属品だったりは特に変わることはないと思うので僕なんかは自分で植毛することができるので、まあ、実際植毛版の予約を逃してしまったとしても特にねダメージはないのかなというふうに思っています、まあ、なので植毛版が欲しい方ももし予約を逃してしまったら海外の、まあ、アーティストの方に依頼するとか、まあ、その頃ねどういった品質になっているかわからないんですけど僕に依頼してくれるでもいいと思うのでぜひ、まあ、ね本当気になる方はこのフィギュア予約してほしいなというふうに思いますそれではここからフィギュアについて紹介していくんですけど今回なんといっても植毛タイプがあるということで植、まあ、毛 色についてはちょっとね髪の毛明るすぎるのかなという気はするんですけれども、まあ、カールの感じだったりとかとてもね雰囲気はいい感じにできてるんじゃないかなと思いますねでまあ僕自身も以前動画化したようにアスカーレッドウェッジの職務をカスタムーは経験があるんですけれども、まあ、髪色がねめちゃめちゃ難しいんですよね僕が作成したものについては、まあ、結構明るい金髪のものにオレンジを入れてる感じになってるんですけれども、まあ、その後今ねもうちょっと依頼を受けていて制作している途中なんですけど、まあ、色をね決定するのにというか、まあ、どんな色を使うのかというところがね一番難しかったりもするので、まあ 実際劇中とはちょっとねイメージは変わるかもしれないんですけど、まあ、クオリティはとてもねいいものになってるのかなというふうに思います。 一方造形タイプのヘッドの方についてなんですけれども今回髪型については1種類だけのようですねマルチバーソマットネス版のスカーレットイッチについては髪型が2パターンあって今回と同じように前に垂れているものと後ろに流しているものの2つがセットになっていたと思うんですけど今作については髪が前に垂れているようなものが1種類となっているようですでさらに今回眼球可動がついているということでやっとスカーレットイッチに眼球可動がついたことはねとても僕自身は嬉しいと思うんですけど眼球を動かせるということで表情なんかはとてもバリエーションが増えるのかなというふうに思います あとは LED ライトで赤く目が光るような演出があったりとか、顔自体もね、まあ、結構エリザベス・オルセンに似てるのかなというふうにも思いますし、造形だったり雰囲気に関しては、やはりね、サ阪の中でも一番いいものになっているのかなというふうに感じました。そして衣装については、エンドゲームでもね、着ていたような、まあ、赤いコートだったりとか、赤いインナーを着ていて、下半身は黒いパンツを履いているような感じになっていると思います。まあ、素材が結構ね、今回リアルに作られているのかなと思うんですけれども、まあ、やはり赤い面だったりとか、このパンツについては、合皮が使われているかどうかっていうところは、ちょっとね、気になるポイントかなという風に思います。 見た目自体はね、とても今回リアルなものになっていると思いますし、まあ、下半身についても伸縮性があるような素材でできていそうなので、ポージングだったりも結構いろんなポーズ取れるのかなという気はするんですけれども、まあ、コートが合否か否かというところだけは少しね、気になるポイントかなというふうに思いました。ただし、表面のデザインだったりとか、まあ、インナーのデザインなんかを見てもかなり忠実に再現されていると思うので、まあ、そういったところはね、本当に楽しみなポイントかなというふうに思います。まあ、あとはネックレスをしていたりとか、まあ、指先にはね、アクセサリーをつけているようなところも再現されているということで、まあ、本当によく再現されている。 フフィギュアににななっていいるかなととう,ふうには思いますすねね、まあ,あとはエフェクトパーツです、ねまあ、今回、これまでとは違ってエフェクトパーツも付属していて、それが球体になっているというか、まあ、今まではこの炎のようなね、まあ、上に伸びるようなエフェクトパーツがドラマ版にも付属していたと思うんですけれども、まあ、今作については手の上で丸めているような丸いエフェクトパーツが付属しているようですね。それぞれ分けて取り付けることができそうなので、まあ、こういったところもディスプレイのバリエーションを広げてくれるのかなというふうに思います。まあ、素体についてなんですけど、まあ、これまでドラマ版だったりとか映画版もそうなんですけど、まあ、やっぱりちょっとね、まあ、肌が りたかなり素体は微妙だなというふうに思っていたんですけど、まあ、今回はコートを着ていたりとかね、まあ、結構体のラインが隠れるようなものになっているので、まあ、そこまで気にはならないのかなというふうに思いますね、まあ、もしかすると今回専用の素体が新たに開発されて使用されている可能性はあるんですけど、まあ、特にそういった記載はないと思うので、まあ、これまでの素体を使用しつつもしっかりとかっこいいシルエットに仕上がっているんじゃないかなというふうに思いましたそしてまあ今回ね、まあ、一番これいいなというふうに思ったのが、まあ、ジオラマ台座が今回ついていることですね ま映画の中でも、ワンダが、ま怒りに任せて魔法を使っている時に、ま地面が割れるというような様子がね、あったと思うんですけど、まあ、そういったシーンを再現できるようなジオラマ台座が今回付属しています。まあ、なので、かなりエフェクトパーツもね、まがまがしい見た目になっていると思いますし、まあ、石が浮いていたりとか、まあ、地割れが入っていて、まあ、そこがね、今回 LED ライトで発光するように感じになっていると思うんですけど、いや、かなりこれね、まあ、かっこいいジオラマ台座になっているんじゃないかなと思いますね。まあ、このジオラマ台座については、高さが15センチ、奥行きが18センチ、横幅も21センチということで、まあ、その後のバトルダメージ についていいいいてたもののとと同じくらいなのかなかう,うに思いますね高さについては、まあ、このエフェクトパーツがあることによって、ちょっとね、高さ出ているところはあると思うんですけれども、まあ、しっかりとね、膝丈以上まで覆われるようなジオラマダイザというところが、とてもね、今回いい味を出してるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、フレキシブラームになっているので、浮遊させたりとか、まあ、そういったポージングも今回ね、楽しむことができると思います。まあ、これまでドラム版だったりとか映画版については、手の部分に LED ライトが内蔵されていたので、光らせることができていたんですけれども、まあ、今作についてはそういったギミックはないようになっているようですね。まあ、ハンドパーツのライン ラインナップを見ててもも透明のものは今回ついいいないですし、まあ、写真もどれも発行しているような様子は見られないので、まあ、そういったところは今回ちょっとね省略されてしまった部分というか、まあ、残念に思う人もいるのかなというふうには思いましたということで今日はアルチザンコレクション第3弾として発表されたスカーレットイッチワンダーエンドゲームバージョンについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきましたおそらく週明けくらいには国内の予約情報もね解禁されて、まあ、トリサペンスの方で予約が開始されると思うので本当にね争奪戦になるのかなという気はするんですけれども僕はまあ正直に逃してしまったとしても通常版はちょっとね買いたいま かなというふうに思っています。でまあ、最終的にはね、まあ、発売まで1年半ぐらいあるのかなと思うので、まあその間に植毛の技術をね、まあ、もう少し磨いて自分で思い通りの植毛を、ね、していけたらなというふうに思っています。ワンダーについてはこれからもね、まあ、映画に登場する可能性はなくもないかもしれないんですけれども、まあ、一旦決定版という扱いになるのかなというふうに思うので、予約開始されたらトイザペンスだったり覗いてみてほしいなというふうに思います。でまあ通常版については予約情報の中でも話したんですけど、育ちトイズとかそれ以外のアミアミとかね、まあ、そういったサイトでも予約受付は開始されると思うので、そういう状況。 情報あったらまたね概要欄だったりとかコメント欄の方に情報を追記していこうと思います。ということでこの動画参考になったりいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。概要欄の下の方にツイッターだったりインスタグラムのリンクもあるのでそちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。